今朝のひばりさんも愛らしかった。一夜、それ本気で言ってる？そんなわけないだろ。一瞬瞳が星のように輝く。それを言うなら、ファッションとか美容は僕の特権だよね。実は彼女、フリルとかレースが大好きなの知ってる？自分じゃ言わないけどね。僕が持ってる中世貴族の服装図鑑を見せてあげたら、頬を赤くして見入ってた。喜んでるのを隠してるのも可愛かったな。レース、フリル、普段そういう服装をしているところは見なかったが、そんな一面が。あ、それなら俺も。彼女はね、ぬいぐるみとお話ししてるんだよ。いつもは照れ隠しをしてしまう彼女が素直な瞳でまっすぐにぬいぐるみを。それどこで見たの？リビングさ、誰もいないと思ったみたいでね。ドアを開けたらソファーに彼女が。一夜、それ覗きでしょ？違う、声をかけるタイミングがつかめなかっただけで。まさか悔しいからって言いがかりかい？悔しい？僕が？じゃあ教えてあげる。彼女がお話しするの、ぬいぐるみだけじゃないんだよ。庭の花に話しかけてるのを聞いたんだ。すごく小さい声で、綺麗ねって。僕は覗き見しないで声をかけたよ。そしたら恥ずかしそうにしてたけど、彼女の照れた顔も好きなんだよね。僕、他に僕が知ってる可愛いところはね、ひばりちゃん外国語の発音が苦手なんだよ。フランス語の発音を練習してた時に舌を噛んじゃったのは可愛い。当然あるさ。ひばりさんはあのポーッと夢中になった瞳が何とも言えず。でもこれは見たことないんじゃない？あくびよ。でもシオン、ひばりさんがホットミルクを。じゃあ彼女が伸びをしてうんって言ったのは？あんまり見れないと思うけど。じゃあこれは。それなら僕も。ひばりさんのことよく見てるじゃないか、シオン。一夜もまあまあだね。ちょっとだけ見直したよ。やっぱロックはいいよな。じゃんじゃんじゃじゃん。イセルビ様、音楽を楽しむのは結構ですが。ああ春日。おう、ではありません。なんだ眉間にしわ寄せて。俺か？ええ、というかやはり無自覚だったんですね。今日はあなたの騒音について苦情を申し上げに来ました。騒音？イセルギ様がかけている音楽がいつもお部屋から漏れています。おまけにエレキギターの音まで。騒音ってそれほどじゃねえだろ。いえ、ひばり様のお部屋にも稀に響いていることがあります。幸いご在宅中は免れていますが。マジか。一応気を使ってはいたんだけどよ。これからは十分気をつけてください。ひばり様は騒がしい音楽をあまり好みませんし、ご近所にも。わかったわかった、気をつける。ヘッドホンでもすりゃいいんだろ。
そうですね。工夫をすれば騒音出さずとも音楽は楽しめます。高音質ヘッドホンにつきましてはおすすめのものがございますので、いつでもご相談ください。ああいいって、自分で気に入ったやつにするからよ。ですがブリティッシュロックの重点音を再生するにはそれなりにこだわったものでないと。あの低音があるからこそ生きる音楽といっても過言では。なんだ春日、お前音楽にも詳しいのか。多少ですが。執事様の素養ってやつか。でもお前が聞くのなんかどうせ重厚なクラシックだろ、刺激も何も。デスメタルです。は？ですから私が好んで聞くのはデスメタルですが、何か。マジかよ。そういうわけですので騒音の件よろしくお願いいたします。では。あいつの闇に吹けよ。おやおや、女子高生だけど花婿。それにしてもまさか。少しひとまずこの今度からはラビ様も。本の整理は。それにしてもひばり様の本棚は。そうそう、枕の下にも。勉強、その読書から得た知識があるからこそ。しかし私は知っています。一心に周りの意見に流されまいと努力。なんと凛々しくご立派。そう思いませんか。ひばり様は恥ずかしがり屋で相手とコミュニケーションを取るのも。ですが私はちゃんと見ています。ひばり様は誰よりも優し。そんなひばり様に。ですからね、ラビ。メッセージ送っちゃおうかな。
ここまで来ればあとちょっと。ひばり様、失礼いたします。お茶をお持ちしましたよ。少し休憩なさってはいかがですか。ありがとう。少し疲れてたからちょうどよかったわ。いい香りね。アップルティー？ええ、他にもオレンジピールやブラックベリーなどもブレンドしてあります。疲労回復に効果があるそうなので。ところでひばり様、明日のご予定なのですが。ん？何かあった？ いえ、そうではありませんが、明日は休日ですし、ご友人とお約束でもあるのではと思いまして。特別なものはないけど。そういえば彼らからデートに誘われたわ。家でゆっくりしたいって断ったけど。ですが、せっかくのお誘いですよ。たまには楽しんできてはいかがですか。な、申し訳ありません。実は事情がありまして。事情？突然で申し訳ないのですが、明日半日ほど休暇をいただきたいのです。休暇？春日が？簡単な仕様なのですが、どうしても都合が合わないもので。仕様ってどんな？それはいろいろと。大げさなものではありませんので、すぐに済むと思うのですが。そういうことですので、明日は花の子候補の皆様にあなたのことをお願いしていくつもりです。ですが、もし何かあれば遠慮なくご連絡を。すぐに駆けつけますよ。わかった。私にも言えないことって？まあまあひばりさん、ほらずっと待ってるのも。どこに行ってもいい。そう。それじゃあスポーツはどうですか？そんな気分じゃないの。そうで。おはよう、タイガ。ああ、目が覚め。うん。それとも東条ってのは。そうじゃない。だってそうで、何も昨日の今日で言わなくったっていいじゃない。いや、心の準備。それともなんだ、春日に。ないけど。じゃあいいじゃん。でも違うの。何がどう違う。だいたいお嬢は春日に、たまには息抜きさせ。タイガさん。あ、春日が。こんな急に休み。おい、お嬢、何マジで泣きそうになって。うるさい。泣いてなんかないわよ。はあ、タイガさんのせいですよ。タイガ、さっきのは俺もいい。償い。それじゃあタイガ、俺も邪魔にならない。はい、それじゃあ行ってきます。あー、お嬢。何？たく、そんなに睨むなよ。ああ、はいはい。わ、何でもお申し付けくだ。はあ、すっきりした。さおい、ちょっと待て。あら、こんなのはまだまだ序の口よ。夜。マジかよ。何よ。
それくらいってどんだけ引っ張り回っ、しかった、ああ助かった。どこがいいか、あのか、どこでもいいにして、え、今までだってあったろ。そのなかった。は、なかったの。別に、じゃあな、春日が自分の用、むしろ休暇だから。なるほどな。でしょ。けどその話、ああ確けど、いここらで一度考え、どういう、ああまあいろいろあんだろう。例えば、いやそれはた、もしかして、いやだからお嬢、嘘、知らなかった。ちょっと落ち着け、今のは例え話だ。でも、ああたげ、いいから休憩、え、ほら、食いもんもうまそう。おい、おじゅう。お、あれ、春日じゃ。ねえ、あの人、なんだよいきなり。お、春日のやつこっち見たぜ。 おいお嬢、いいから。たく、逃げる必要なんかなかっただろう。なんで声かけなかったんだよ。だって春日は休暇中なのよ。それなのに私が話しかけたら、せっかくの休みを楽しめないじゃない。おいおい、もしかして、あ、本当は、なのに私は、俺はか、ま、主人なあ、今の状況、それは、え、突然で申し訳ないのですが、明日半日ほど休暇をいただきたいのです。ここらで一度考え直した方がいいんじゃねえのか、お前ら二人。ひばり様、失礼いたします。本日は使用でお蕎麦を離れてしまい申し訳ありませんでした。別に謝る必要なんてないでしょ。働いてたら休むのは当然だもん。それで用事は無事済んだの？ええ、おかげさまで計画通りに。それより今日の午後カフェでお会いしたでしょ。なぜ声をかけてくださらなかったのですか？それはだって、せっかくの休日を邪魔するわけにはいかないでしょ。私があなたを邪魔だと思うわけがないでしょう。いつも通りに接してくださってよかったんですよ。でも休暇は休暇よ。心と体を休めるための日だもの。ですが春日、
これからはきちんと休んで、1ヶ月の中でちゃんと決まった日数、普通に週休2日とかで。はどうしたんですか急に。これからは春日も春日の時間を大切にしてほしいの。そういう頃合いだと思うの。頃合いとは？いつまでも子供じゃないんだもの。私だってあなたを卒業。はあ？卒業は言い過ぎかもしれないけど、もっと自立したいとは思ってる。もしやイスルギ様に何か言われましたか？では他の花婿候補の方ですか？真由澄様にでも。いいえ。では加納様あたりでしょうか？違うの、これは誰かにだから。そんなに。でも今日に限ってはどうしても調整がつかない用事があったので、週休2日なんて冗談ではありません。どうか私のことを思うのなら。余計って、私だって必死に考え。あんなあなたを見たのは初めてで、これからはちゃんと春日の恋人。あなたが何を吹き込む。あなたという方は。え？ひばり様、花婿候補の彼らにと邪魔者は排除してしまいたい。そんな安い手口に引っかかるとは。で、今までも周囲の人間、東条家の跡継ぎである、そんな連中からあなたを覚えていらっしゃいますか？執事とはあなたの片腕ともいえる存在です。そして有能な片腕である。また全て分かりますかね。道場に来てからはもちろん本当に。では違う、春日の代わり。それが分かっていらっしゃる。他の誰かに惑わせ。ひばり様、春日は、それ春日が私の味方だってことを今さら疑ったりしないわ。今年の夏休みだってです。分かってる。おじいさんだったら今のうちに。ひばり様、え、私にとって一番やむを得ぬ事情なら飲みましょう。ですが私を気遣った結果とはいえ、ひばり様に遠ざけられるのは執事たる私にとって。分かった、休暇のことはもう言わない。それなら結構です。ではがどうかはともかく、だから お待たせしました。三つさん、ありがとう。かひばり様。はいはい。そうではなくて、明日のご予定なのですが、必ず来る。よろしいですね。わかった。ひばり様、よろしければこの後お茶でも。行きたい、でも行けない。鎌倉に行かなくちゃいけないから。
鎌倉ということはおじい様に会いに。うん、話があるとかなんとかいつもいきなりなんだから。お話ですの？ねえ、どうせまたくだらない。花婿候補が増えるお話とか。ちょっとやめてよ。世の中には追加戦士という言葉がありますのよ。学校お疲れ様でした。さ、お早く車へ。ええ。お帰りなさいませ、ひばり様。ただいま。大旦那様はどちらに？お部屋にいらっしゃいますが、今はお客様とお話し中でして。そうですか。ひばり様、少々お待ちいただけますか？ええ。久しぶりに、すみこさんに会えるかしら。あ、でも、忙しい？では、私が確認してきますよ。離れでお待ちになりますか？そうね。いえ、中庭で待ってる。かしこまりました。では。ご当主様、ご当主様、どちらすか？ご当主って、ひばり様、これは失礼しました。もうおいでだったとは。